御慶応勝ち1敗112パウンド武藤所属日本ミニマム級7位金光裕司。日本ランカーとしての初めての試合ビシッと決める、そう話しました金光裕司。青コーナー11戦7勝1 KO 勝ち4敗111パウンド4分の3大鵬所属俊幸トーレス。今日が日本ランカーとの初めての試合になります。俊幸トーレスフライ級の8回戦です。金光裕司そして俊幸トーレスとの一戦です。解説は元 WBA 世界バンタム級チャンピオン六車拓也さん、そして元 WBC 世界バンタム級チャンピオン辰吉丈一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあフライ級の8回戦で行われます。金光裕司にとっては今日が日本ランカーとして初めての試合ということになります。日本ランカーとしての意地誇り、どういったボクシングを見せてくれるんでしょうか。対するは俊幸トーレス。フライ級の8回戦第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。黒のトランクス赤のグローブが金光裕司23歳、日本ミニマム級7位です。今日が日本ランカーとして初めての試合。そして青のトランクス青のグローブが俊幸トーレス22歳、お父さんはあの第12代 WBC ライトフライ級王者のヘルマン・トーレスさんです。目標は父、そう話していた俊幸トーレスです。フライ級の8回戦第1ラウンド開始30秒が経ちました。さあ左のフックを見せた金光です。そして左のボディです。六車さん、俊幸トーレスが身長170センチ、そして金光身長162センチと2人の身長差8センチなんですよね。そうですね、リーチにも出てますよね。それがやっぱりトーレス選手の方がやっぱりリーチ、その身長の分だけリーチも長いんでですね、金光選手は、回る、今足を使って、回りながら懐へ入るように今そういう戦い方をしてますね。なんとかチャンスを見つけていくところに飛び込んでいきたい、そういった戦いですか。そうですね、インサイドからの攻撃だと思いますね。さあ右左パンチを2発重ねた金光です。右の大きなフックを見せた俊幸トーレス、左のジャブです。金光、やはりこう見てますと金光のパンチなかなか相手に届いていない、そんな感じもしますね。そうですね、もう一つ中へ入れてないと、距離がまだまだもう一つ入れてない、やめいいですよね今の連打、このように隙を見つけて飛び込んでいく。そうですね、どちらかといえば足を使いながら出入りしながら、あの入って出て入って出るというようなボクシングですね、スタイル的には。金光は前回7月の試合で日本ランカーの松本を破りランク入りしました。現在日本ミニマム級7位の選手、日本ランカーとして初めての試合ということになります。それは気持ち高ぶっているでしょうね。やっぱり日本一つの目標である日本ランキングですかね、それに入っての初めての試合、ランクを上げていって日本タイトルというね、あの 第一戦ですかね。それのやはり辰吉さん、金光も日本ランカーとしての意地というのもありますよね。そこであるでしょうし、負けになるものかというものがあるじゃないですかね。なるほど、ここからまで上に行けばまだね、タイトルマッチもできるんですから、落とすわけにいかないですよね、2007年は飛躍の年、金光はそう振り返りました。そして2008年はタイトル挑戦、そういった年にしたいんだ、金光はそう話しています。そのためには絶対に負けられない今日の一戦、俊幸トーレス戦です。金光にとっては2007年最後の試合になります。さあ右のストレートを見せた金光、フライ級の8回戦で行われます。第1ラウンド間もなく残り10秒になろうとしています。右のクック、俊幸トーレスです。ただ三車さん、俊幸も落ち着いてますね。いや全然見てますよ、相手の動き見てますよ、よく見れてると思いますよ。さあここは前へ出る金光、しかしここで第1ラウンド終了のゴングです。前回7月の試合で日本ランカー松本を破り日本ミニマム級7位にランクインした金光裕司です。今日は日本ランカーとして初めての試合、緊張感そして責任感、やはりいつもとは違います、そう話していました。フライ級8回戦金光裕司俊幸トーレスとの一戦、第3ラウンド開始のゴングが鳴りました。さあこの第3ラウンドもしっかりと頭を上下に振りながら金光しっかりと相手を見ています。さあ左のボディ金光です。さあ左から右パンチを出していく、しかし俊幸もしっかりと返しています。
左のボディ金光。さあ敏之は柔らかいジャブを出していく、上体を振りながら相手の出方を探っています。右のフック、そして左のフック、敏之トーレス、左のボディ敏之。あのよく見ていいんですけどね、やっぱり入られてるんで、トーレス選手はやっぱりね、一発強いのを入れないとね、やっぱり相手怖くないんですよ。だから強いというパンチじゃなくて、緩いパンチの中に強いパンチを入れないと、相手はガンガン前に来るんでね、今はまだ合わせる状態なんで、なるほど、ちょっと打ち込むようなパンチも織り交ぜていけばですね、相手はここまで出てこれないと思うんですけどね。入ってきたらこのパンチがあるんだぞということを金光に教えてあげないといけないと。そうなんですよ。そういうパンチをするとやっぱ相手も入りにくくなるんで、今はちょっと相手が出てくるところに合わすっていうだけのパンチですから、やっぱ相手からも入ってきますよね。さあここも金光がじっくりじわじわと前へ出ていきます。やはり竹内さん、ここまで見てみると金光それほど怖がってないな、そんな感じはしますか。最初に序盤は硬かったんですけどね、はい、今はいずれに流れてますね。さあここは金光連打。さあ第3ラウンド、金光自分のリズムをつかんだか。ぬぐるまさんの話にもありますが、敏之としてはなんとか一発大きなパンチ、力強いパンチを金光に見せたい。さあ左のボディ、しかしこれは空を切る。金光しっかりと相手が見えています。左のクック、敏之、しかし足が動いている金光、左のボディがありました。左のボディ、そして右のフック、そして左、そしてここをパンチを重ねる、顔面パンチを重ねる金光。さあそして顔面、敏之グラッときたか、敏之グラッときたか、左のパンチ当たりましたね。第3ラウンドは金光のペース、第3ラウンドは金光のリズム。日本ミニマム級7位、今日が日本ランカーとしての初めての試合、金光雄二です。やはり今までとは緊張感、責任感が違う。ただ日本ランカーとしての位置、誇りがあるんだ、金光はそう話していました。第3ラウンド残り間もなく30秒。ぬぐるまさん、はい、このラウンドは金光のペースですね。いいパンチ当たってます。トーレス選手はやっぱりいい、その身長リーチあるんですからね、はい、やっぱりそれを使ったボクシングをやっていかないと、今これやっぱり入られちゃってるんでね、やっぱ不利になりますから。左手を伸ばす、左の軽いジャブだけではなく、そうです、何度か相手を入れられない、入らないという、やっぱり強いパンチをね、腰の入ったパンチを打たないと相手はガンガン前に出てきますね。さあ第3ラウンド、終始前へ出るのは金光雄二。今日がプロ11戦目、右のストレート、ここで第3ラウンド終了のゴングです。田中さん、素晴らしい金光の連打がありました。はい、いいコンビネーションですよね。今の左効いてますよね。このラウンドは金光のリズムと言っていいでしょう。今日が日本ランカーとしての初めての試合、ラウンド4。さあ第4ラウンドです。フライ級の8回戦、両者ポンと手を合わせました。まずパンチを出したのは敏之トーレス、右のキック、やっぱり流れ変えたいですよね。なるほど、トーレス選手はここで、さあまずは右のジャブで様子を探ります。そして左のフック、金光選手はどういうふうにその KO に結びつけていくのか、どういうふうに終わっていくのかね、最後どういう決めていくのか、決め手をね探っていかないといけないですね。やはりここまで見てみると、手数の面、そして的確なパンチという面でも金光有利と。そうですね。さあ第4ラウンド、敏之トーレスはリズム自分のリズムをつかむことができるんでしょうか。トーレスの無駄にアッパーとかフックを打たない方がいいですね。無駄にフックとかアッパーを打たない方がいい。ストレート系を打っていくと相手は攻めにくくなるんで。なるほど、やはり力強いパンチということですね。それもあるけど、パンチが流れてるんですよね、フックを打って、アッパー打っても流れたところにパンチもらってるんで、それが気になりますね。見た目が悪いんで。さあ敏之、ここまでの流れを変えることができるんでしょうか。さあ右のフック、右のストレートです、金光。そして左、第3ラウンドから自分のリズムを掴んでいる日本ミニマム級7位の金光雄二、しっかりガードを固めてじわりじわり前に出ます。そして左のアッパーを見せた、そして右のボディ。やはりムグラさん、このラウンドも金光しっかり前に出ています。そうですね、今の右良かったですね。右のストレートしっかり顔面捉えました。合わせてるだけなんですよね、トール選手。なるほど、パンチは打たないといけないですよね。さあ左右、そして右です。もうこのラウンドになってくると金光としては KO へ向けてということですか。そうですね、もう冷たいですよね。やっぱりリング中央で動くとなかなか逃げられてしまうんで、
コーナーに詰めて連打したいですね。積極的に前に出て仕掛けていきたい、泥臭いボクシングをしたいんだ、そう金光は話していました。2007年最後の試合、金光ビシッと締めたい、そう話していた金光です。左のクイックとシュークトーレス、さあここは敏之パンチを返していきます。右のボディです。第4ラウンドの残り1分を切っています。金光選手もちょっと切れたかもしれませんね。右のまぶたのあたりでしょうか、はい、金光血を流しています。左のアッパーを見せた。しっかり上体振っている金光、しかし敏之左のボディがありました。細かいパンチ、上体を振って左のアッパー、おっとここは敏之の左のフック。さあ敏之は相手を離します。そして左のアッパーから左、そして左のフック、敏之トーレス。金光のボディから顔面へとパンチを出していきます。第4ラウンド残り10秒を切っている。おっとここは敏之か。第4ラウンドまもなく終了となります。激しい打ち合い、ここで第4ラウンド終了のゴングです。さあ第4ラウンド両者の激しい打ち合いがありました。左のボディ金光、そして右のストレート、そして左のクック。いやこのラウンドはトーレス選手のパンチも当たってましたからね。敏之トーレスもしっかりとパンチを返したラウンド。第5ラウンド開始のゴングです。フライ級の8回戦、黒のトランクス赤のグローブが金光雄司、日本ミニマム級7位です。青のトランクス青のグローブが敏之トーレス、22歳の選手、今日がプロ入り12戦目ということになります。先ほどのラウンドの打ち合い、金光雄司右目のまぶたを切っています。敏之ここはパンチを出していく、左のフック2発を重ねました。そして左から右、第5ラウンドも車さん、これ敏之パンチ出していますね。そうですね。で、金光選手ちょっと下がったらダメですね。下がると危ないですよね。さあここは前へ前へ出ていきたい金光です。うんとここは敏之パンチを重ねる。下がるとパンチもらいますよ。タトゥさん、ちょっと金光手数が減りましたか。ちょっとリズムなんか取ってるというか微調整してる気がしますね。スタミナ云々じゃなく自分の中で何かリズムを組み立てとようとしてる、そういうふうに見えますね。フライ級今日は8回戦で行われます。現在第5ラウンド1分を経過しました。さあここはパンチを出していく金光雄司、しかし敏之トーレス左の細かいジャブを出していきます。そして右左左、ムグルマさん、この力のないようなパンチには見えますが、これは金光にとっては嫌なもんですか。嫌ですよ、これ当たってますよ。やっぱり手数だいぶ出ましたよね、このトーレス選手も。トーレスの方がこの手数を出してくると金光がなかなか懐に入れないという、さあこのパンチもらえますからね。ただ金光としてはそのパンチを怖がらずに何とか中へ入っていきたい。そうですね、もっと早い段階で詰めたかった部分もあるんですけどね。というと第4ラウンドまで KO のチャンスがあったかもしれない、それを逃した感があると思いますね。流れが今はちょっと五分五分の状態になってきましたですね。もちろん理想は KO 勝ちなんだ、しかし勝ちにもこだわっていきたい金光雄司は、そう試合前話していました。さあここは金光ラッシュを見せる、ここは金光パンチを出していく。さあ敏之はガードを固める、敏之は防戦一方になったか。さあここはたまらず敏之クリンチです。すごい手数ですね。さあ金光、金光この手数、試合は第5ラウンド右左パンチを出していく、パンチを出していく金光。立ち押しさん、やはり疲れはあるでしょうが、これが日本ランカーとしての意地、誇りなんでしょうか。金光、ね、意地がありますね。右目のカット、まぶたのカットは偶然のバッティングによるものだということです。さあ左のボディ、そして右。さあ第5ラウンド残り30秒を切っています。金光ここはパンチを出していく、右が当たった。さあ防戦一方敏之、さあ一気にいきたい、一気にいくか金光、一気にいくか。さあ敏之は若干足が止まったか、しかしパンチを出していく左のフック、敏之トーレス。ここで第5ラウンド終了のゴングです。さあ金光のこのラッシュ連打がありました。すごい連打ですね。もうスタミナ云々関係なく、もう意地ですね。
年行く選手が嫌になったらダメですよ。嫌になった。なるほど。もう一回打たないとダメですよ。ワンシーツ。さあ、第 6ラウンド開始のゴングです。今日が日本ランカーとしての初めての試合、金光裕二。さあ、第6ラウンド開始のゴングとともに前へ出ました金光裕二。しかし、年行トーレスもパンチを出していく。左のクック、そして右のアッパー、そして左。しかし金光、しっかりとパンチが見えているか。また向沼さん、先ほど第5ラウンド終了間際から金光ペースを掴んだんでしょうか。また連打出てきましたですよね。さあ、右のストレート金光です。おっと、ここは左、力強い年行の左のクック。やっぱり下がらない方がパンチもらわないですから。なるほど、はい、左のアッパー、そして右のジャブで相手との距離を探る年行。前に出るということは手を出すか体を振るかどちらかなんでね。今彼はもう手を出す方に切り替えて前へ前へ下がらなくなりましたから。なるほど、ここはパンチをもらった金光雄二です。左のボディ金光。年行も右ワンツーを見せました。左のアッパー、さあ接近して細かいパンチの打ち合いか。金光右のボディ、しっかりと金光相手のパンチが見えています。年行のパンチは空を切っている。左のジャブ年行、右のクックを見せた金光雄二です。さあ、ここは一旦離されました両者です。前回7月の試合で日本ランカー松本を破りランク入りした赤の金光雄二。2007年は飛躍の年、金光はそう振り返りました。2008年はタイトルへ向けてもう負けはいらないんです、金光雄二そう話しています。第6ラウンド残り間もなく1分になろうとしています。金光選手もパンチ出すんですけどね、はい、今度逆に今は自分を中心に回られてるんで、はい、トーレス選手に回られてるからね。今度金光選手が回るような形したらまたサイドからのパンチが入ってくると思うんですよね。今もう前から前、正面から正面からの攻めしかやってないんで。なるほど。今は金光は相手に、ま、動かされている。そうです、どちらかといえば正面からだけなんで、相手がサイドからサイドから回れてるんでなかなか当たらないんですけど、今度金光選手の方がもう少しサイドからサイドからのパンチをすればまた違った角度のパンチが入るんでですね、KO につながることはあると思います、ね。さあ、しっかりと動いて自分のリズム、そういったものをつかみたい金光雄二。第6ラウンドも残り30秒を切っています。辰吉さん、この年行トーレスの表情いかがでしょうか。ちょっと苦しそうですね。さあ、年行足がやや止まったか。スタミナが切れましたね。なるほど、ここは金光なんとか一気に向野さん持っていきたい、そういった感じですね。金光選手は行きたいですね。このさあ、ここで第6ラウンド終了のゴングです。辰吉さん、この金光の表情を見ていかがでしょうか。いや、まず余裕があると思うんですよ、はい、もっと死ぬ盛りで手前に行ってはいいんですよ。もう行ってもいいんだと、そんな感じですね。もう行ってもいいか、まだ行ってないかお前はというのが僕の思いですね。なぜ行かんのかわからないです。今日が日本ランカーとしての初めての試合、緊張感そして責任感、やはりいつもとは違いますね、そう金光は話していました。やっぱり失いたくないですからね、ランキングというのはね。もちろん理想は KO なんだ、ただ勝ちにもこだわりたい、まあ、金光はそう話していましたが、ただリングサイド辰吉さんからはゴーがかかっています。なぜここでいかない金光。さあ、しっかりと足が動いている金光。どこでどうチャンスが転がるか変わるか分からないんでね、もうやっぱりチャンスの時に前いかんと、あの時にやってもよかったではね、後の祭りなので。行ける時に行く、うん、仕留める時に仕留める。そうそうそう、そのために練習するわけですから、スタミナをつけてるわけですから。やはりこのランキングを守ろう、その姿勢だけではダメなわけですね、今後の上地選手にとっても。守りに入ったんでは上に行けないでしょう。上を目指さないと守るものも守れないです。さあ、第7ラウンドも残り1分を今切りました。さあ、ここは年行通れし、左のジャブ、そして右のアッパー、年行くるっと回ります。金光、おっと、ここは年行のパンチが当たったか。左に回る金光雄二、左を伸ばして
そして右のストレート、そして左のクック、としゆきトーレスです。一つやっぱり入らないとやっぱりトーレス選手のパンチ当たりますからね。やはり金光にとっては足が止まってはもう完全にとしゆきのペースだと。この距離で戦っていると下がりながら下がっていると相手のパンチもらえますからね。この距離だと金光のパンチも当たらないわけですね。そうです。さあ金光、トーレス選手のパンチが当たります。右そして左、さあここはとしゆきのパンチが当たっているか。第7ラウンドも残り10秒を切りました。フライ級の8回戦、あと右左、トシウキのパンチが金光を捉えています。ここで第7ラウンド終了のゴングです。日本ミニマム級7位金光雄二、2007年は自分自身で飛躍の年と振り返りました。その飛躍の年、金光にとって2007年最後の試合となります。ビシッと決めたい、そう力強く話していた金光。さあこの年行きトーレスとの一戦、最終ラウンドを迎えます。金光雄二、年行きトーレスとの一戦、最終ラウンド開始のゴングが鳴りました。辰吉さん、もう金光にとっては最終ラウンドですよね。そうですね。おっとここは力強い左のクック、年行きトーレス今言っとかないとダメですよね。日本ランカーとしての意地、そして誇りもあります金光。やはり今までとは違う、そう金光は話していました。左のジャブ、力強いジャブ、そして右左、先ほどのラウンドから麦沼さん、はい、トーレスのパンチが当たっています。そうですね、やっぱりこの距離一つ離れてしまうとトーレス選手の距離になっちゃうんで。でもそれは作戦ですからね、金光選手の作戦ですから、やっぱり試合は勝たない、勝つための試合ですからね。勝つためにはどういう形でやっていくのか、倒すためにはどうしていくのかということになるんで、自分が倒しに行くんでしたらもう一つ一つ中に入った方がチャンスは出てくると思います。強さとうまさを持ったボクサーになりたいんだ、金光雄二はそう話しました。とここは右、フライ級の8回戦最終ラウンド、残り2分を切っています。左のアッパー、そして右、そして左、そして右、金光がパンチを放っていく。右のボディ、そして左です。ちょっと狙いすぎやな金光が。いや、トーレスの方が。でも手数はすごいですよね、金光選手もやっぱり練習してるんですよね。おっと、ここは当たった、ここは当たった。スタートショーティングラッドキラが一気に行きたい、一気に行きたい。タッチオフさんからのここでゴー、そしてここで試合を止めた、ここで試合を止めました。第8ラウンド1分40秒日本ランカーとしての初めての試合、金光雄二、日本ランカーの意地、日本ランカーの誇り、金光がしっかりと相手を仕留めました。